はい、というわけでやってまいりました。今日はですね VFX の回です。 VFX ってここら辺今映ってますよね。これが今このボンボンボーンと出ましたよね。これが今 VFX なんですね。すごいですね。で今ですねこんな感じでパソコン、ノートパソコンとか iMac で今やってますね。あ、VFXer の寺田くんじゃないですか。あ、VFXer の寺田です。何やってんすか今日は。今日はですね、ちょっと iPhone を出してやろうと思いまして、うん、まあ今編集をしているところですね。この横のこのフィギュア何？これバレましたか。これ何これ。これを見て元気を出しながら編集してたんですけど。意外とソフトタッチやねんな。フェザータッチですね。あ、レイヤーでいっぱい分かれてるんですね。そうですね。まずこれをフォトショップで一個ずつ切り抜いた絵を、アフターエフェクトですねに置き換えて作業をしております。これであの時間軸をつけていくんですね。はい、こちらはあの iMac ですね。iMac の方では、Final Cut Pro を使用しております。まあ大体これでね VFX っぽいのができるんですよね。まあ、ちょっとねこれどういう風に作ってるか見てみましょう。はい、まずこれ再生するとこんな感じですね。おお、これ飛ぶんですね。はい、ワンフロットの右三脚です。はい、こんな感じでなんかミサイル撃ってきましたね。まあ、これは、まあ、さっきと同じ話、あの、まあ、こういうレイヤーに分かれてるんですよね。これを一つ一つはめ込んで、時間を決めて流し込んでいくと、そういう作業でこのようなアニメーションができるんですね。すごいですね。すごいですね。こんな iPhone があのバラバラになるんですね。すごいですね。というわけで、VFX の集いでした。じゃあね、バーイ。できた？できてます。何今なんか泣かした方。何したいの？あ、なるほど。あ、エア打ち？ひょっとして。そうですね。チャンネル登録をするとだけ TV100 のチャンネルがまた安くなります。チャンネル登録は無料ですので下の説明欄からクリックしてくださいね。クリッククリック。